最後に描いた絵を、ね、ご覧になれればね、銀座の寿司というのを、この銀座の寿司ってね、はい、あの銀座100店っていう今日本最古のタウン誌と呼ばれるあの銀座の名店に置いてある雑誌あるでしょ、それの連載でやってたのね、それ今 VTR にもらったけど、で、もともと江戸時代屋台のファーストフードだった寿司がなんでこんなに高いんだと、そんなファーストフード世の中にないと、ピザも天津もそんな高くないぞと、はい、それきっと明治以降の銀座に秘密があるに違いないって勝手に決めて、はい、それを銀座の老舗の寿司屋を回ってね、はい、調べるって、いちいち食うって言って言ってお金を使うじゃないですか、はい、で悪いからイラストね、イラストのデータさんに頼むとまたお金がかかるから、はい、俺が書くって言って、ね、はい、うっかり言っちゃったんだよそれで一発目にこの双葉寿司の建物がすごく味があったから、はい、これを書いちゃったんだよ、はい、ね、そしたらあとこのレベルで統一しなきゃいけないことになっちゃって、すげえ苦労したの、毎回原稿ができてんのにイラストができないって言ってイラストがギリギリになったりとかですごい苦労したんですよ。で、寿司を描くってことになって、はい、鉛筆だ、しかも鉛筆で寿司が描けるのかみたいなことになってこう苦労してさ、このイカと白身の区別どうするんだとかすごく困って、はい、で、この肖像画描いてくれた亀井徹さんにどうすればいいですかって相談して、いや僕もイカ描いたことないから分かりませんとか言われて久しぶりに思いましたけどね、これあの銀座の久兵衛さんの久兵衛さんが得意なさ、ナマコの握り、ナマコすげえ苦労したなとか、うまいんだよ、走馬灯のように。中田系のお寿司屋さんってね、でっかい氷のあれをあの漬け台のところに立てるのが特徴なんですね。この氷のこれを描くのも苦労したね。氷っぽい、分かる、よかった。で、吹き橋二郎の二郎さんに褒めていただいたのがこれ、いやちゃんと俺の握り方になってるよってこんな苦労をしていた時代もありました、はい、それすごい全部上手なんですけど、どこで習ったんですか？習ってないですよ、これ画流ですよ独学です、独学ですよ。この時に亀井さんに消しゴムの使い方とか教わってるレベルですもん。